生チラシ。生チラシです。マイナス18度以下まで下がった。ミス。まだ暖かいぞ。まだ犯人は近くにいる。それじゃあちょっと外見ていきます。はい。こんな感じでございます。寒い寒い。びっしり雪ですな。あ、スキー場みたい。チャンネル2がマイナス 9.4、 室内は15度。室内はね、あったかいね、うん。はい、こちら今ニョンチャンネルのニョンちゃんからいただきました。団子いただきます。めちゃめちゃいい匂いしてるね、うん、うんうん、はい、さてさて、やっぱりね、簡単の朝は鍋これに今水とお出汁と入れて味を整えようと思うんですけども、その名もお雑煮でございます商品ご提供いただきまして、こちらこれちょっと使ってね、うん、やってみようか、ね、はい、すごくね、一回味見させてもらったんだけど、うん、美味しかったな。めっちゃうまかったよね、これ。そう、すっごく美味しかったから、うん、あの元旦からね、うん、ちょっと使わせていただきます。とりあえず赤い方で使ってみるか、うん、そうですね、うん、赤い方は和風万能だしっていうことで、うんうん、椎茸、昆布、いわし、あ、こっち書いてある、こっちにも書いてある、はい、サバ、うん、青い方はこっち海鮮だしになりますので、うん、はい、今日はね、こちらでございますね、うん、あの水 500ml に本瓶一袋入れて火にかけると美味しい出汁が出来上がるそうです、うん、多分一つでいけそうだね。そうだね、うん、入れちゃいますね。ちょっと500よりも多くなると思いますけど、うん、まあ、この辺はキャンプなんでね上から入れて、どれくらいかな、まあ、こんなもんじゃない、はい、うん、いやね、たくさんのものが入ってるんですけど、ごぼう、人参、うん、大根が下に入ってて、うん、あと椎茸と舞茸とこんにゃく、そう、こんにゃくと、これかまぼこ、なるとだね、うん、うん、で、だし、うん、すっごい、ね、たくさん、もうね、明日も食べる夜もずっと、はい、こたつスタイルの時は天板の代わりにこれをね置いてるので、そのままいけます、このカセットだったので、うん、ちょっとね、味見だけ、まだね、安丸だししか入ってないけど、これね、ちょっと味見、あれ、甘みがあって美味しいだし、醤油だけでいいかもしれない、本当、うん、ちょっと入れてみよう、うん、味見したらもう醤油だけで大丈夫でした。醤油と安丸だし、おぼとかの出汁が出てるので、これだけで十分です。じゃあ今から餅を焼いて食べようと思いますはい、こちらの安丸出汁を使ったお雑煮、はい、先ほどこのお餅を焼いて、ちょっとさっき焼きすぎて焦げたやつ、うん、美味しそう。これね、やっぱりいいです、うん、さっき味見したらね、これとこれだけ味付け醤油のみ、そう、おお明日の朝も食べるそうそう、器がね結構大きいのを使ったから、うん、じゃあいただきます。わあ、すごい、優しい、優しい味、うん、優しくて、うん、なんか染み渡るね。大根にも味染みてるかな、うん、大根かなり染みてる、うん、美味しい。ああ、うんこれは甘みあるね、うん、甘みある、うん、うまい、美味しいよね。この汁はうまいわ。
を捨てようと思ったんで、ゴミをさ、一回ここにね、溜めようと思ったんだ。うん。そうそう。まず、これが凍ってて、開かない。開かなくて、うん。で、でもさ、よどんどんもうこうやって。こっちも凍ってるね。凍ってる。諦めた方がいいのかな。開くかな。出せなくなったら困るか。まあ、大丈夫だと思うけどね。家に帰る。あ、ダメだ。あ、もう縛れてるわ。はい、OK。うん、もう縛りついちゃって。はい、もう通れない。使えないね。これが、北海道のキャンピングカー、不便なところ。これもあるあるなのかもね。ね。生チラシです。日本チャンネルさんからね、はい、すごいおせちを、昨日もいただいたのに、またおせち第2弾いただいちゃいました。すごいです。名古屋城、はい、これね、竹めぐさんチャンネルさんとね、うん、コラボした時にそういただいた名古屋のお酒、そしてこちらもいただきます。いただきます。チラシ寿司どう？美味しい。なんかほのかにあったかくて、うん、いただきます。うん、あ、うまいね。うん、めっちゃ美味しいね。あ、簡単に作れてね。そう。あ、そしてにょんちゃんからもらったやつも食べたいね、うん、いや、俺ね、うん、これが食べたいんだよね。伊豆市、そうだ、買うか買わないか迷って買わなかったんだよ。買わなかったんだよね、うん、伊豆市大好きなんだけど、ね、まだこれからなのかな。めいや、酒進む。うん、この名古屋城美味しいな。うん、本当に正月からなんだよ。全然さ、あの、馴染みすぎてて気づかないぐらい。うめえな。食べてみれや。なんか人影が人そんなに、あ、ピースピースFF ヒーターつけてるんだけど、結構外に意外に音が漏れるんですよ、キャンピングカー。だからちょっとね、朝クワイエットタイムが終わってから FF ヒーターつけたりとか、ちょっと工夫してます。これで昨日と一昨日はこの電源をお借りして1日1500円で借りて、それで、このままドラムから2本のコード出てるんですけど、1本はキャンピングカーの外部電源をつなげて、もう1本は、お、あ、やば、1本はもうテントの中に入れて過ごしてました。今みたいにコードをああいう風にちょっと雪が積もると固まっちゃいます。このテントの中なんですけど、こうやってこたつスタイルにしてましたが、これ本当のこたつではないので、これ中はね、コールマンのテーブルなんですよ。普通の、あの、足の伸縮のできるやつ。それで、このこたつにかけるカバーはニトリのこたつ用の布団。これが前にうちで使ってたこたつ
のサイズとほとんどぴったりだったんで、これを使ってます。よいしょ、座布団代わりにこのマットを使って、結構ね断熱になるのでお尻は全然寒くなかったです。はい、こっちの高さもね。それでここにね、FF ヒーターをここに置いて、電源から取ってつけたらすっごい暖かくなってたので、これくらいの大きさのテントだったら全然そのまま暖房それ以外にはなしでも全然大丈夫でした。そしてここに電気をつけるね、という感じです。そして今一晩、やっぱ寝るときは車の中でキャンピングカーで寝たので、この中にはいなかったんですけど、ちょうどこれね、昨日作ったお雑煮わざとここに外に暖房なしで置いといたんですけど、わあシャリシャリになっています。これ昨日一晩テントの中に暖房なしで置いといてマイナス18度以下まで下がった結果のまだ未開封のペットボトルです。これね、どれだけ凍ったかちょっと見せましょう。ちょっとこれだけだと分かんないと思うんで、凍ってたかどうか開けますね。よいしょ、まず普通には開きますけど、はい、全然出てきません。これもう凍ってます。食品サンプルバリバリ凍ってる。そう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 、これもう蓋がさ、蓋がもう全然だもん、うん、凍ってる。この凍った鍋お雑煮、うん、弱火で少しずつやっていくそうです。うわ全然やばい。あ、回った回った回った。これくっつかない鍋か。ね、食品サンプルだ完全に。すごい。完全に溶けたね。おお。もう食べれるわ。食べれるね。いただきます。はい、あ、いただきます。うまい。うん、最高。凍ってる。硬い？硬いね。うん。近くで撮りますね。おお。うわ。すげえ。おお。すごいよ。これ危ないんですよね。頭に刺さったら。汚い。はい、汚いやつ。これに上げてみたかった。デルタカイト、カラフル、デルタカイト、竹ひごをここに通すらしい。糸はね、遅いね、うん、遅い、全然タコ糸より遅い。タコ糸っていうか、なんか刺繍というか、そうだね、手芸用の。じゃあ行きます。うわ怖い怖い。おお、まあまあ早い。やばいやばい。
え、止まらねえ。なんか結構走ってるかもしれないけど全然近づいてこないですよ。めちゃめちゃ面白いぞこれは。感想を一言。もう一回やる。あ、ちょっと辛い。ということで、あの本当はお休みなんですけど、うん、ちょっとね配達してもらいます。アクタスさん。はい、到着です。はい、今ね、ちょっと待ってね。今ね、本当はこうやって上にドンと乗っかった状態でこう始まるんだ。あー面白い。どんどんこりゃ。はい。そうそうそう。おお。たまに休んでる。寝ないと寝る気してるから。気をつけてね。大変でした車。見ました見ました。 ありがとうございます。もう生きて帰ってこれたのがそれだけで、ね、あれはちょっときついよね。ありがとうございます。この粉って、うん、片栗粉。あ、片栗粉、うん、この辺でポンとこう蒸してちょっと大きいから、こうやって、うん、わ、すごい、柔らかいでしょ、すごい、雪見大福の手袋にぴったりくっついてる、すごいくっついてる。粉つけたり、粉つけて、うん、皆さん真剣ですね。真剣、うん、喋らない、丸くなんない、真剣にやってますね。うまくできますか、見せて。あー、いいね。いいの、これいいの、いいです、いいです。ちっちゃすぎる。あとで自分で食べてください。ね、いきます、はい、はい、ミス。これみんな何、裏側も綺麗になってんのこれ。いや、裏側そうでもないよ、まだ暖かいぞ。じゃあまだ犯人は近くにいる。ちょっと話してみて、一回写真だけ撮っていい。ダーニス聞いたことあるけど、うん、食べたことないかな。ね、うん、確かに。これがニョンさんがもちもちしたやつ。いや、それは多分ね、チョピちゃんがチョピチョピしたやつ。大丈夫。あ、先週だから砂糖さこれね、バターとね、蜂蜜で食べてみる。普通の醤油やったことない。確かに気になります。確かに、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 よっける。シンプルに入れちゃうみたいな。あ、ごめんなさい、ちょっと、は、おいしいよ。え、それバター蜂蜜。じゃあ、蜂蜜バター蜂蜜、うん、想像がつかん。おすごい。おおおお、なんかおしゃれ、おしゃれなおやつみたいな感じになってる。おお、食べてみるね。はい。食われるかと思った。おお、おいしい。これ背徳感。背徳感、あ、確かに。すごい淡い。うんうん、おいしい。うん、口の中でね、うん、バター溶けてくるとね、またいい感じ。うん、そうだね。うん、はい。よし、OK です。おありがとうございます。いい、ね、これ拭いた方がいい。早い早い。うん、よし、オッケーです。ありがとうございます。当
シックスキャンプ終わりました。はい、終わりました。終わりました。あっという間だったね。そうだね、今日は2日か、うん、そうそうそう、寒くて痛かった。寒かったね。そう、あと久々にテント立てたね。また今年増やしたいなと思ったね、うん、そうだね、うん、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ車中泊専用駐車場というふうに書いてあります。あの真冬に我が家の防災対策 と、うん、避難訓練をやろうということ で、ねうん、冷たいのを食べてたら、うん、かなりしんどいと思う。お腹はまあまあ満たされてるんだけど心が満足してないんだよね。